大家好、こんにちは。毎度 JTA オンラインインスペクションをご覧いただきまして誠にありがとうございます。香港からは、ですね、私今回も小倉がお届けをさせていただきます。本日はですね、こちらニューワールドプレミアムホテルのご紹介となります。こちらのホテルはですね、6年前まではですね、日光ホテルとして営業をされておりまして、中にはですね、日本のお客さんもご宿泊いただいたお客さんもかなり多くいらっしゃるかと思いますが、現在はですね、経営が変わりまして、ニューワールドミレニアムホテルとなっております。場所はですね、こちら、チムシャーツイーストエリアのど真ん中ということで、コンビニ、スーパーやコンビニ、いろいろなものが、不便なく、ございます。はい。そうしましたらですね、早速中の方に入ってまいりましょう。ちなみにまた、ホテルの、ね、規制で、こちらマスクは必要になりますので、こちらの方で規制させていただきます。では、行きましょう。まず入り口と出口に分かれておりまして、入り口の方に進んでいただきますと、このような形で体温の検査がございます。36度6分。はい、大丈夫ですね。行きましょう。はい、非常に天井の高い、開放感のあるホテルになりますね。はい。どうも、こんにちは。こんにちは。はい、では早速、ご紹介をさせていただきましょう。こちらニューワールドミレニアムホテルですね。営業アシスタントマネージャーをされていらっしゃいます大谷さんでございます。はい、こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。ニューワールドミレニアムホテル営業部の大谷と申します。はい、では大谷さん、早速なんですが、こちらのですね、ホテルの概要の方をご説明いただけますか。はい、当ホテル2014年までは日光香港として営業しておりまして、その後ですね、現在のニューワールドミレニアム香港ホテル、はい、香港とシンガポールのオーナー会社に変わってから、しております。ありました。そうしましたら、スタッフの方を進めていきたいんですが、まずはどちらの方に参りましょうか。はい、ではまずフロントデスクですね、お手続きから、はい、ホテルのご案内に伝えたいと思います。じゃあこちらがレセプションですね。はい、チェックインの方、こちらの方に入ってしまっています。どうもこんにちは、ミネルホテル営業担当。はい、こちらになります。こちらは、こちらですね、英語で恐縮ではありますが、すべてのお客様にご記入いただいております。過去14日間の渡航履歴と健康申告書でございますね。はい、やはり体温が高い方は、ご資格ご入館の拒否をお断りをしておりますので、なるほど、はい、申告制としてご記入いただいております。一般の手続きとしてパスポートですとかもろもろ必要なんですが、はい、それとは加えて、これも必要ということですね。はい、わかりました。あと、何か散髪屋さんのような。そうなんです。はい、ございますか。実はあちらが、UV 機能を持ち合わせておりますルームキーの、洗浄機で、除菌機でございますね。除菌をされていらっしゃるわけですね。はい、やはり、お客様皆様には新しい綺麗な状態の服をご利用いただくために、はい、専門の専用の機械を設置しております。除菌後の、カードキーとあとペンですね。はい、でこれで伝えていただきます。そうでございます。はい、COVID対策ね、入りました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、続きまして、はい、まず館内のレストランをご案内させて、レストランですね。はい、わかりました。まずはどちらから参りましょうか。はじめはまずザ・ラウンジでございます。ラウンジですか。はい、はい、ロビーといえばラウンジ、ね、ロビーといえばそうですね。やはりラウンジ、アフタヌーンティーを使って、スイーツでしたりとかコーヒー、はい、あと夜はアルコールも提供しておりますので、はい、日中はビジネスでしたり、アフタヌーンティーのお客様で、夜は割とカップルでしたり、友人のお客様などにご利用いただいております。あー、ということね。はい、非常に広々しました。こんにちは。はい、どうも、お願いします。どうも、どうも、どうも。ハイティーン、おはようございます。はい、ハイティーンもシーズナルの食材で、はい、フルシーズナルの食材でしたり、はい、色使い、来月なんかは、ね、ハロウィーンも待ってます。そうですね、今月は、はい、その時々に合わせた内容で、ね、はい、提供しております。非常にガラスも、ね、背も高い、はい、天井まで一面ガラス張りで、本日はお天気があまり晴れていないので残念ではありますが、天気のいい日は、太陽光ですね、
ね、はい、前面に軽くて、はい、広げる感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあロビーを続きまして1階に上がります。はい、合計何件のレストランこのホテル、はい、計7件ございまして、7件、まず初めが、はい、今ご覧いただきましたラウンジです。続きまして1階にカフェイスコーヒーショップで、コーヒーショップ、はい、その反対側にフレンチレストランラターブ、ラターブ、はい、そしてもう一つ、佐賀の日本食レストランですね、はい、その中に鉄板焼きのランザ、ランザ、はい、そして2階に中華のトーリー、トーリー、はい、そして最上階にバーがございます。合計7件、素晴らしいですね。こちらのうちに、はい、カフェイースでございます。カフェイース、はい、ね、こちらは朝食会場も兼ねて、はい、ご自宅のお客様のご朝食会場こちらでございます、はい、また体温のチェックができます。はい、入れます。カフェイースでは朝、昼、夜の豪華なご提供しております、はい、最大140名様、140名さん、ああそんなに大きいんだね。はい、朝食は朝6時半から10時まで、はい、用意しております。6時半から10時まで、はい、ね、いただきました。こちらはオープンキッチンです。オープンキッチン、モダンな感じですからね。はい、スイーツは前菜やスープ、海鮮料理、はい、パン焼きやメニュー、なるほど、はい、わかりました。じゃあどうもありがとうございました。あ、では続きまして、はい、反対側のラターブですね、はい、フレンチレストランをご案内します。ラターブ、はい、これフレンチ、フランス語で、フランス語で、はい、まあ、テーブルを意味します。はい、なるほどですね。コーヒーショップはフレンチ、日本食、中華、今ちょうど、まあ、ランチタイムが終わって、次、はい、ディナータイムへの、ね、セットアップ中でございますので、今、販売中ですよね。ゆっくりご覧いただければ、はい、ありがとうございます。ちょうどこちらがラ・ターボ、フランス語でございますね。こんにちは。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。まずは、体温チェックですね。はい。ありがとうございます。では、ちょっと、はい、いただきましょう。こちらがタイで、たくさんが、はい、フレンチ料理をメインとして、はい、特別の、メニューありますです。ご用意されています。スペシャルメニューですね。そうですね。はい、今日は40席あるです。40席、はい。今日は8名様あります。ちょうど今ご覧いただいているのが個室ですね。はい。はい、そう、ちょうどさっき、ね、消毒もこちらの。そうです。はい。はい。はい、お昼と、うん、お昼は10時から3時で、はい、夜は6時半から10時までオープンして降りて、そういうことですね、はい、分かりました、はい、はい、ありがとうございま す、はい、じゃあテーブルでございました、はい、じゃあ次参りましょうか。では続きまして、同じ階1階にございます、はい、佐賀の日本食レストランへご案内いたします。日本食の佐賀のレストラン、はい、来ました。このフロアに3軒も3軒レストランがあります、ね、あと実は佐賀の中に小さなコーナーでございます。鉄板焼き別コーナーでランザを設けております。そうですね、はい、こちらが佐賀の中のランザ、はい、2つのレストランが入っている。では早速行ってまいりましょう。はい、お待たせいたします。失礼します。いらっしゃいませ。ようこそ。お待ちしております。こちらでは各レストランで各担当の方がいらっしゃいまして、もちろんこの佐賀の方には日本の、方がスタッフがいらっしゃいます。はい、よろしくどうぞお願いいたします。まずは体温チェックですね。ありがとうございます。ではいらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。先ほどのラッテーブルとは違いまして、打って変わってもう日本の内装です。日本ですね、ここは、はい、はい、こちらでは伝統的な日本料理をお召し上がりいただけます、はい、お昼は、はい、種類豊富なランチセット、夜は本格的な懐石料理をお提供しております。そうですか、は
はい、ちなみにこちら何席ぐらい全部でございますか。はい、全体では112席ございます。112席、はい、はい、でこちらの方ね、カウンター席でいらっしゃいませ。はい、こちら寿司カウンターになります。寿司カウンター、はい、じゃあもう寿司の専用カウンターと。そうでございます、はい、素晴らしい、本当に日本のお寿司屋さんの雰囲気ですよね。はい、ありがとうございます。じゃあさらに奥に入りますと、はい、ランザン、はい、こちらは鉄板焼きカウンターのランザンになります。ここからがランザン、鉄板焼きのコーナーのお店になるわけですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、シェフが目の前で料理いたします。はい、ちょうど2つのコーナーに分かれてまして、こちらとこちらに分かれて、はい、お召し上がりいただくパターンですね。はい、あとね、もうね、外が、そうなんです、ビクトリアハーバーと香港の景色を眺めながら、はい、新鮮な魚介類、お肉をご堪能いただけます。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。ちなみにこちらはあのシェフの方は、はい、日本の方いらっしゃるのか。はい、日本人の料理長が一人おります。あ、京都出身。そうなんです、料理歴40年ほどの。40年、はい、素晴らしい。だから魚取り、そうですね、お店の名前も京都の地名にちなんで使っております。あとは個室なんかも何部屋か。そうなんです、個室が6部屋6部屋ございます。十分ですよね、はい、大切な会合ですとかそういった日本の方々のですね、よりどころになっておりますので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。行きましょう。ご来店お待ちしております。はい、おります。ありがとうございます。おかえりなさいませ。はい、続きまして2階の中華料理ですね。はい、香りをお願いします。香り、もうニューワールドミレニアムさんといえばもう中華の香りでございます、はい、弊社もよく、はい、ご予約の方は入れさせていただいておりまして、ありがとうございます。どういったメニューがございますか。はい、香りまず営業はランチとディナーでございまして、はい、お食事のクイズインとしては、広東料理ですね。広東料理、あと、はい、ディムさんの天津の、ご提供しております。香港といえばディムさんのヤムチャですよね。はい、2階に着きました。こちらが中華レストランのタオリでございます。あ、皆さんすみません、ここタオリです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。どうぞ。あ、また雰囲気がガラッと変わりまして、ね、今度は中華ですね。特に大きな円卓ですね。やはり中華といえば円卓でして、こちらのレストラン座席はすべて180席ぐらいですか。はい、して、また個室も、5部屋しております。はい、5部屋の個室と、あと、ご覧ください、もうこの窓から見える。そうですね、レストランとしては最上階2階に、ございますので、窓の外は有名なビクトリアハーバー。はい、まあ、ちょうど夕方夕暮れ時なんですが、これからネオンがポツポツと灯ってきます。そうですね、またそれが、はい、昼間とは違った景色です、ね。はい、でちょうど今やってまいりました、こちらからが、個室になります、ね。ございます、はい、こちらは個室でございまして、今は、ちょうどお部屋の真ん中でパーティションがあるんですけれども、はい、実際には小さなお部屋、もしくは全てをつなげた、まあ、宴会場のような大きなお部屋としてもご利用する。ここで100名ぐらい の、はい、パーティーなんかはよくやらせていただいたということでございますが、ありがとうございます。大変好評でございます。こちらのビューを眺めながらと。はい、そうですね。はい、来ました。ありがとうございます。また現在当レストランですね、はい、まあ、地元のお客さん向けのプロモーションとして、はい、天津ディムサム、ヤムチャの食べ放題をランチタイムには行っておりますので、はい、特にランチですね、平日のランチであっても、ほぼ満席といった状態でございます。はい、香港の方もヤムチャ大好きですもんね。そうですね、お得ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではお待たせいたしました、続きまして、はい、客室でのご案内に行きたいと思います。はい、あとの客室います。今、エレベーターの何機ございますか、合計、計6機ございますね。はい、
当ホテル客室がすべてでスイート含め464部屋、はいはい、ございますので、はい、やはり満室に近い、稼働の場合ですとたくさんのエレベーターで、なるほど、はい、じゃあ朝のご出発なんかでも、そうですね、はい、あの割とスムーズに、はい、ご出発いただけるかと思います。ちなみに、最上階が14階、はい、失礼いたしました。エレベーター内には記載ないんですけれども、はい、実は最上階15階ですね、はい、ただエレベーターは14階までとなっておりますので、14階でエレベーター別のものにお乗り換えいただくか、階段でのアクセスとなっております。ちょうどこれから8階ですね、はい、はい、8階になりました、うん、では8階ですね、ご案内させていただきます、はい、こちら各フロアにはも消毒の、はい、ございます。はい、やはり COVID-19 ですね、割と早い段階で当ホテル、まあ、フロントデスク周りを含めもちろんですけれども、はい、客室、あとはレストラン内ですね、すべてアルコール消毒液設定しております。至るところに消毒液がありまして、はい、もう消毒に消毒を重ね、はい、万全ですね、はい、はい、ございます。ではこちらですね、本日一つ目のお部屋でございます、はい、こちらのカテゴリーは何というお部屋でしょうか。はい、こちらはデラックスルーム。デラックスルーム、はい、はい、そうですね、はい、では行きましょう。お願いします。あー、かなり広いですね、はい、まずこのサイズ的にはどれぐらいございますか。はい、お部屋の位置によっても若干の前後あるんですけれども、はい、それぞれの全ての部屋31から35、1から35平米のお部屋というところですね、はい、これが一番よく何もなければ出てくるタイプのカテゴリーでございますね。わかりました。ではお部屋のですね、詳細に関しましては次のお部屋の方でご説明いただきますので、移動いたしましょうか。はい、はい、デラックスルームでございました。あっ、続きましてのお部屋が、はい、タイプはデラックスハーバービュー、ハーバービューでございます。デラックスのハーバービュールームですね、はい、はい、827のお部屋です、うん、はい、失礼します。明るいですね。そうですね、やはりハーバービューですので窓の外は、はい、ビクトリアハーバーが一面に広がっております。はい、ちょうど真正面、今ちょうどネオンが灯し始まってますけれども、あの辺りが構造ビルの、はい、商業地区ですね、はい、ソモさんだったら、夜は本当に外しネオンも綺麗で、そうですね、はい、いいですよね。はい、そうしましたら、まずベッドに関しましては、先ほどのキングサイズのものを、拝見しましたが、シーン もございます、はい、ました。あとは、いろいろなお部屋のファシリティ、ご説明いただけますか。はい、まずこちらですね、ウェルカムアメニティとして新鮮なフルーツが全ての部屋にご準備しております。全部屋にご用意いただいていると、はいはい、続きましてこちらですね、ライティングデスク上にございます。まずこちらが、ハンディフォンと呼ばれるお電話でして、はい、Wi-Fi 機能を含め、ホテルの外にお持ち出しいただきでご利用いただけます、うん、普通はもうできてしまう、はい、普通の、携帯電話、はい、ご利用いただけます、はい、日本含め、世界15カ国ですね、うん、への無料通話機能がついております。はい、続きましてこちらの手前ですね、プロテクションキットと呼ばれるものでして、はい、まあ、COVID-19 のがまだ長続きしておりますので、各お部屋に、お客様用に、ホテルからの、まあ、アメニティとしてですね、はい、フェイスマスク、アルコールワイプ、そしてアルコール液、アルコールジェルですね、消毒ですね、準備しております。はい、はい、こちらで、各自、消毒をしてくださいよと。はい、そうでございます。そうですね、はい、分かりました。またもしご滞在中、フェイスマスク足りなくなってしまった場合には、はい、フロントデスクで、追加のお渡しもしておりますので、なるほど、はい、ご安心くださいませ。あとは、電源のですソケットですと、はい、ございます。どうでしょう。こちらですね、110V、日本と同じ電圧の、電源がコンセントございますので、はい、日本の、まあ、家電製品ですね、はい、お持ちのお客様でも安心して、はい、変圧でもなく挿すだけでご利用いただけます。入りました。あとテレビに関しては日本語のものもございます。はい、まあ、NHK ですね、はい、あとは時間帯によって限られてはいるんですけれども、衛星放送ともご覧いただけます。なるほど、はい、入りました。
とここら辺の、ものに関しても 水、はい、お水は全て、サービスですね、はい、お部屋に必ずセットしてあります。1、2本無料で、お入れいただけたいと、はいねはいはい。続きましてこちらですね、ユニバーエリアは、ジョーダンがティーパックですね、全て無料でお楽しみいただけますが、有料でございます、はいはい。そして続きましてその下は、ミニバーですね。こちらも全てのお部屋にセットしております。はい、全て有料ということで、はい、はい、わかりました。あと続きまして、こちらのクローゼットの方いかがでしょうか。はい、クローゼット内ですね、バスローブ、スリッパもちろんございますのと、あとインルームセーフティ、金庫ですね、はい、ございます。もし万が一お部屋の金庫ではやはり心配だというお客様はフロントデスクでも貴重品のお預かりはしておりますので、はい、こちらでも安心してご利用いただける方お選びいただけます。わかりました。続いてじゃあバスルームの方入ろうか。はい、当ホテルですね、何よりも特徴的なのがウォシュレットがついているお部屋が、たくさんあるといったところで、ホテル、香港のホテルですね、ウォシュレットがついているお部屋はとても少ないです。はい、日本人の方には、うん、大好評。なるほど。はい、全室ではなく、デラックスがつくお部屋タイプには、はい、全てついております。先ほどのデラックスルームと、うん、こちらのデラックスハーバービューに関してはついていますという。ついておりますね。わかりました。あとバスタブの方は全室ということで、はい、全室バスタブはついておりまして、またこの、上層階の部屋になりますとバスタブと、シャワーブースが独立しております。はい、ですね。あとは、その他のアメニティですとか一般的なものは各所なく、そうですね、全ての部屋と、はい、共通の、はい、設備でございます。はい、ありがとうございます。この、アメニティですとかファシリティに関しましては、先ほどのデラックス、あとこちらのデラックスハーバービューと、はい、同一ということで。さようでございます。はい、わかりました。では今デラックスハーバービューをご覧いただきました。はい、ありがとうございます。では、続きまして、はい、続きまして、15階ですね、14階で、乗り換えて15階の、レジデンシラウンジ&バーご案内いたします。最上階ですね。さようでございます。はい、では行く間にしばらくございますので、大家さんに現在のですね、こちらのホテルの稼働率なんかを、ね、お伺いしたいと思いますが、はい、現在平日はですね、やはりコビットの影響もございまして、はい、10% から 20% で推移しております。なるほど。まあ、ただ、金曜日からあと週末にかけてですね、香港内のコビットの規制も徐々に解除されてまいりまして、はい、先週と先々週等は 50% 超、まあ、約半分ですね、半分、はい、は、ご利用いただいております。そのお客さんは全て、香港の方という。そうですね、本当に 99.9%、はい、香港の地元のお客様にご利用いただいております。週末ご利用されていらっしゃる、はい、ね。まあ、通常ですね、昨年までは日本人のお客様も、宿泊全体の約 40% は占めていたんですけど、 40% がコロナの前は、日本のお客様、はい、ですけれども、やはりコロナで、まあ、日本のみならず世界各地からのところは今も禁止されておりますね。地元のお客様に今は非常にお喜びをいただいております。ました、はい、じゃあ今ちょうど階段で、15階にやってまいりましたが、はい、こちらがレジデンスラウンジ&バーでございまして、はい、他のホテル様ではグラブラウンジとも呼ばれるかと思いますが、はい、ご宿泊中のお客様専用のラウンジに、バーが併設されておりまして、はい、こちらのバーは午後6時以降でしたら、外来の外部の方もご利用いただきますね。はい、普段はクラブラウンジにご宿泊されていらっしゃるお客様専用のお店でございますね。はい、あと同じこの15階ですね、このレジデンスランジャーの奥にはフィットネスエリアもございまして、はい、こちらを24時間利用しております。はい、スイミングプールも、はい、屋上にスイミングプールもございます。はい、無料ということで、無料で、はい、お近くのお客様にはお楽しみいただいています。はい、先ほどお話戻りますけれども、ではこちらのホテルさんでは何かそういった香港の方々にお得なパッケージですとか、スカートパッケージとか、そういったものをやってらっしゃるということでしょうか。はい、
実はたくさん打ち出しておりまして、はい、まあ、いわゆるステイケーションですね、はい、まあ、本当に素泊まりからあとはご朝食込みのもの、はい、もしくはホテル館内のレストランでご利用いただけるクレジット機能付きのもの、はい、まで様々ございますので、なるほど、はい、やはり、はい、お客様またはファミリー向けカップル向けもしくは単純にデイユースで、まあ、例えばホテルのお部屋からお仕事をされたい方など、はい、さまざまな、お客様向けのパッケージをご準備しております。はい、例えばご夕食と宿泊がセットになって非常にお買い得とか、はい、そういったものも、ね、そうですね、はい、実は客室のみのご利用ではなく、はい、そのパッケージとしてご利用いただく方がかなり、かなりお得な、はい、パッケージもございます。そうですね、そうですね、はい、わかりました。そうこうするうちにまたグランドフロア、はい、広々と来てまいりました。やっぱり広々としたのがいいですよね。はい、ね、はい、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、本日お届けいたしました JTA オンラインインスペクションもそろそろお別れのお時間となりました。今回ニューワールドミレニアムホテルのご視察いかがでしたでしょうか。ベストなロケーションと開放感のあるホテル内での充実したホテルライフをお過ごしいただけることと思います。ぜひですね、今後の、皆様の、ホテルのご選択肢に入れていただければと思います。また、JTA オンラインインスペクションではライブや動画でアジア、オセアニア各地の旬な情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、皆さん本日のご視聴ありがとうございました。小平さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、でここで終わりになるんですが、今回は特別ですね、ホテルさんの方で、ホテルのリムジンをご用意いただいて、はい、私もそちらの方で、お世話になってご了承させていただけるというふうに思います。では早速、はい、参りましょう。ホテルさんのリムジン、そうですね、せっかくお越しいただいたからには、はい、ホテルの外でもホテルを味わっていただければと思います。バボンですか。はい、こちらがホテルの寝る中ですね。ご利用いただければ空港の中に有料ですが、そうですね、はい、空港券もございます。担当のバージョンご利用、はい、ありました。じゃあこちらの方で、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。では、乗せていただきます。